さて女子の種目別最後の演技、ゆかの最後の演技はソビエトファブリチナバです。これまでトップがルーマニアラザルの 9.85 ですので、それ以上の得点を出しませんと金メダルにはなりません。さあ最初のシリーズです。おっとちょっと失敗しましたね。不審のムーンサルトでしたけど、はい、手をついてしまいましたね。まあ、この選手はこの大会参加選手なんか一番小さいんじゃないんでしょうかね。身長が132センチですね。体重が26キロですよ、はい、小柄なんですけれども、まあ、それの独特のバレー仕込みのトレーニングの成果、こんなに小さい選手でも自分をこれだけ表現できるのかなっていうところも本当に素晴らしいですよね、はい、さあ2本目のシリーズに入ります。テンポ違い2回連続から抱え込みに変えちゃうんですね。ソビエト国内の強化選手の一人です。ヨーロッパのジュニア大会には何回か出ています。最後のシリーズ回中返り、ね、まあ、もう一人のコチェトコア選手から比べると少し力が落ちるような気がしますけれども、はい、はい、小さい体をフルに活かして演技してくれますね、はい、一生懸命演技を行いましたソビエトオクサーナ・ファブリチナバ選手です。以上でことが大事でしょうね、はい、これで女子のゆか8人のすべての選手が演技が終わりました。ソビエトファブリチナバ最後の選手の得点を待ちます。果たして何点ぐらいが出ますか。 9.85 はどうでしょうか。ちょっと難しいですね。そうですか、はい、最初のシリーズのねムーンサルトのところでちょっと手をついてしまいましたから ね、 もう失敗してますので、あれはもう5分は取られると思います。 0.5 点の減点は取られると思います、ね、そうですか。さて小菅選手に大熊アナウンサーがインタビューをしてくれます。大熊さん、はい、競技終わりまして来てもらいました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。